これなんか変なのが昨日あったんですよね、ネットニュースでね、ガーシーの話ね。ガーシー議員、King&Prince の分裂の暴露予告、正直解散するの知ってました？ってやつですよ。強大すぎるリーダーを失うと路頭に迷う。ちょっと見てみますけど、ガーシーがツイキャスライブを配信、ジャニーズ事務所の King&Prince の平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太、来年5月にグループから脱退することについて言及した。この日、滞在するドバイを離れ、米国ロサンゼルスからツイキャス生配信に挑んだガーシー議員、現地でワンオクロックの高の自宅に泊まっていることを報告し、ユーザーからの質問に答える形で正直、キンプリが解散するの知ってましたと語ったと。さらにまあ、ジャニーズね、強大すぎるリーダーを失うと、やっぱり、会社も国も路頭に迷いますよねと、ジャニー喜多川氏から、亡くなった以降のジャニーズ事務所の苦境を指摘、続けて、今日本もそうやんか。岸田というポンコツが舵を握って、めちゃめちゃやん。日本は車の走行距離に税金をかけるって頭悪いんちゃうか。そんなに電気自動車が邪魔ならば、テスラに文句言えよって話だし、電気自動車ができたおかげで空気も良くなって、CO2 も減ってありがたいことばかりなのにさ、そこに税金をかけたら誰が喜ぶねん。政治家らしく、岸田内閣への批判も忘れてなかったと。まあ、突っ込みどころがめちゃくちゃ多いんですよ、これ。またキンプリに関しては、今すごい量の垂れ込みが DM で来てる、その辺を含めて全部話そうと思ってると、自らが開設した有料オンラインサロンガシルでの暴露予告、ガシルにまた呼び込みたいんでしょうけどね。まずね、いっぱいあるんですよ、突っ込みどころが。正直、キンプリが解散するの知ってましたっていうやつね。後出しじゃんけんだろうで、誰でも言えるよ、そんなの。飲み屋じゃないんだからって話ですよね。これもうこれずっと書かれます。先に言えよとか、後出しとかね。俺だって知ってたよ、こいつみたいにいちいち発表しないだけでとかね。知っていましたとかね。狼少年会とか、まあ、本当ですよ。これ誰でも言えますかね。正直、俺も知ってたよって言えますよ。もうだって僕だって言えますよ、したら。後からだったら誰でも言えますからね。まずその後出しじゃんけんってのもすごいなって話ですけど、まあ、突っ込みどころまず一つ。あともう一つね、これ、正直、キンプリが解散するの知っていました。いつ解散したんですか、キンプリ。キンプリ解散してませんよ。キング&プリンスが2人でやってくるんですよ、これから。高橋海人君と永瀬廉君が。どっちがキングでどっちがプリンスか分かんないですけど、キング&プリンスは2人体制になるんですよ。東方神起みたいになるんですよ。で、他の人たちが脱退するだけで、分裂しただけであって、解散はしてないんですよ。スマップは解散しましたよ。スマップとか V6 は解散してるんですけど、嵐も解散してないし、キンプリも解散してないんですよ。分裂してるだけなんで、嵐は休業ですよ。で、キンプリが分裂。3人が抜けただけなんで、解散してないですよね。っていうところも突っ込みどころでしょ？この、なんか、岸田さんの話もね、もういっぱい書かれてますよ。岸田さんがいいとかどうか微妙だが、ポンコツと言えるほどこの人は有能な方だったのかとかね。まあ、言ってることがね、小学生並みだなとか。でも後出しってのがめちゃくちゃ多いですよ。自分ならもし本当に知ってたとしても、後出しで知ってたましたら恥ずかしいなんて言えんわと。てか解散じゃないし間違ってるしってね。本当ね、全部が全部もう言うことが小学生並みって、本当小学生ですよ。でね、あともう一つね、僕がね、一番気になるのね、ここですよ。滞在するドバイを離れ、米国ロサンゼルスからツイキャスで生配信。現地でワンオクロックのタカの自宅に泊まっていることを報告したと。タカ泊めるんだっていうね。ちょっとそこ残念なんですよね。友達なのはわかるけど、泊めるかってね。それでもワンオクのファンだっていう人はいっぱいいるでしょうけど、でもまあ、世間一般としてはちょっと嫌ですよね、と思います。ワンオクのタカに泊まっている時点でとかね、多いですよ、これ。ワンオク終わったなとかね。まあ、佐藤健くんのね、話はね、あれじゃないですか。ガーシーって断捨離するとこれから、どんどん言っていくと。タカも痛い。タカは愛を感じると。まあ、家泊めてもらってるから愛を感じるんでしょうね、そりゃね。裏で、ガーシー逮捕させようと動いてた、佐藤健とは縁を切るという話じゃないですか。縁を切るって女子高生みたいな言い方ですけどね、縁を切るぞっていうことを、佐藤健くんに LINE したら、連絡したら、
いや、ガーシーの思うようにしていいよって言われて、それで腹立ったみたいな話でも女子高生かよと思うんだけど、まあそういうのをやったという話ですよね。まあ僕含めて多くの人思うのは、佐藤健くんの対応はそれで良かったっていうことだと思うんですよ。何を言われるのかは分かんないけど、でも、まあ、松潤だったりとかみたいに、いや、友達の縁は切りたくないよとか言うんじゃなく、佐藤健くんみたいにあっさりと、いや、ガーシーがそうしたいならそうしたらいいじゃない。っていう方が大人っぽいし、僕はそっちの方がかっこいいと思うんですよね。変に媚び売るっていうか、まあ、変にね、気使うよりはね。僕が一番ね、佐藤健くんがガーシーとの関係性一番言うのは、ガーシーと仲良くなるのが嫌なんですよ。まあ、それ僕以外にもそう思うんじゃないかなと思うんだけど、佐藤健ファンであればね、の人だったら、タカみたいに家止めたりとかね、ガーシーをね。とかしたら、それこそ僕は佐藤健くんの株が落ちる気がするんですよね。なんでみんなあんなに心配したのに、仲良くすんのっていう。まあ、それこそ、佐藤健ファンの中で、今、ガーシーに何を言われようが、もう佐藤健くんを信じてるから、ガーシーを気にしないよっていう人が多い中、まあ、タカさんみたいに、いや、家に泊めるよとか、ガーシー友達だよって言った時点で僕は、佐藤健くんは、の株は落ちます、とりあえず。そうか、ってちょっとがっかりします。そういうことしてないから、いつまでも無視してるから、佐藤健っていう人は筋が通ってるなって僕は今思ってるんだけど、ねえ、寝返ったらね、松潤とかね、タカみたいにね、ガーシーに寝返った時点で、いや僕はちょっとそれは違うんじゃないのかなと思ったりしますけどね、と。まあそんな話でした。